皆さんこんにちは。今回は沖縄県立看護大学の2014年2月集中講義前半第1日目に取り上げたプリシードプロシードモデルについてです。プリシードプロシードモデルは目前の人々に突然に健康教育を行うのではなく、社会的な事業活動の流れの中に健康教育あるいはヘルスプロモーションを組み込む考え方です。ネットで画像検索を行うといろいろな画像が出てきます。内容は同様ですので、わかりやすい画像を見ながら話を聞いてください。プリシードプロシードモデルのように活動をサイクルとして捉える発想は、より原則的な PDCA サイクルの考え方にも現れています。 PDCA サイクルとはプラン、ドゥ、チェック、アクトの4段階を繰り返すことによって業務を継続的に改善する考え方です。第二次世界大戦後、品質管理の考え方を発展させたデミングやシューハートらの業績により、多くの人々が知るところとなりました。4段階を強調するとこの絵になります。4段階を繰り返すことで球体が坂道を押し上げられるように、全体の質が向上するということを強調して、このような図が描かれることもあります。今の図はヘルスプロモーションの概念が日本に紹介されて以来多用されてきたこの図と雰囲気は似ています。ヘルスプロモーションを水平的なネットワーク構築よりも集団的な計画推進に重点を置いて捉える発想が現れていると感じられます。ではプリシードプロシードモデルを見ていきます。9つのステップから成り立っています。最初の5つは健康教育あるいはヘルスプロモーションを実施する前に行われます。1、社会診断、2、疫学診断、3、行動環境診断、4、教育組織診断、そして行政政策診断から成り立ち、ここで健康教育が行われます。6番目の段階です。健康教育ヘルスプロモーションの実施後は評価が続きます。7、プロセス評価、8、影響評価、9、結果評価となります。さて、実際にプリシードプロシードモデルを実行するためには何日もの時間や多くの人手を要します。しかしプリシードプロシードモデルの段階を追って考えてみることは、モデルを理解する手段として重要です。今回の集中授業では、6名の受講生は3名ずつ2チームに分かれました。各チームは沖縄の健康に関連してまず取り組む課題を考えた上で、思考実験的に9つのステップを順番に追って考え、得られたアイディアを書き表しました。1時間の作業の後、発表の様子を次に示します。私たちは学年妊婦の定期受診の推進ということでタイトルを挙げました。で、社会診断として QOL の向上としては、この若年妊婦の受診率が 80% 以上になるというふうな、目標を掲げました。で、それはこの
楽しいマタニティライフを送ることができるとか、あとは元気な赤ちゃんに会えるとか、正常な妊娠出産過程を踏むっていうことにつながるっていうふうに考えています。で、社会診断、疫学診断としては、未受診で飛び込み出産が多いということと、あとは低出生体重児の割合が多い、あと若年出産の割合も多い、あと妊産婦死亡率の割合が多いということです。で、行動環境診断として、生活習慣と保健行動では夜間の夜型生活になっているということと、あとは性に寛容っていうことも特性としてあるかなっていうことを考えました。あと定期検診を日頃から受けていないというふうに挙げています。で、教育組織診断としては準備因子として妊娠は病気ではない、で、否認の、知識不足、それとあと、知識はあってもその否認をしないというふうなものが挙げています。で、あと検診の必要性はないと考えているではないかということですね。とそれを強化することで若年の場合はなかなか相談する人がいない、相談する環境ができていないということです。あと、出産を経験しているんですけど、その時に問題がなかったということで、大丈夫だと思っている認識が強いんじゃないか。あと周りがそういう方が多くて自分だけじゃないっていう思いが強いんではないかっていうことが教会因子として挙げています。で、あとですね、実現因子として、携帯のアプリを使って月経周期をチェックすれば、そういう生理周期、自分のこの性に関する認識が高くなるんじゃないかというふうに考えています。あと運営政策診断として、性教育、生命の誕生の、教育としては、小学校1年生ぐらい、6歳ぐらいから、教育ができるんじゃないかということと、あとは性の教育は、小学校4年生ぐらいの10歳ぐらいを考えました。であと人生設計、ライフプランというところで高校1年生ぐらい、15歳を対象にして教育を開始してはどうか、あと家族計画に関しても15歳を対象にしてはどうかというふうに考えています。これは、若年妊娠を予防する観点から教育というふうに考えました。で、この若年妊娠の飛び込み出産が多い地区をある程度限定して、その限定した地域に対して15歳高校1年生の男女に教育的介入をするというふうに具体的に挙げています。それは夏休み前に学校での取り組みとして教育を開始する。で、組織活動としては今まで のものは予防的な観点からですけれども、どうしても予防できなかった場合、妊娠した場合ですね、相談窓口を設けるということで、フリーコールの電話を設置するというふうに政策として考えました。で、定期受診の無料化、これはこの地域を特区として掲げて、それを評価して今後どうするかというふうに考えられるような政策を挙げました。で、また避妊具の無料配布としては組織 この活動として挙げています。で、ちょっと戻りますけど、環境因子としてはやはりこの低所得がやっぱり未受診につながる率が高くなっている環境因子じゃないかということと、あとは地域文化的な背景がやっぱり大きく影響しているんじゃないか、沖縄で言えばエイサーとかモアシビーとかやっぱり沖縄の文化がやっぱり夜出歩いてこの
まあ、文化活動をするっていう環境にあるものですから、それがその若年妊娠につながる可能性が高くなっている。あとは共働きで、共働きっていうことと、あとはこの若年妊娠でこの低出生体重率とかこの妊産婦死亡率が高いということで、またこの医療費が高額になってしまうっていう背景もやっぱり環境維持の中には上がるんじゃないかなというふうに考えています。以上です。私たちは、もうちょっと大きく考えてみたんですけど、沖縄の、健康については、県民が健康で生き生き長生きできるというところを目標に挙げました。で、PNK っていうのはピンネンコロリの略で、ピンピン元気で寝たきりの時間が少なくコロリとさよならできるようなところを目標にして、で、その、疫学診断のところでは、沖縄県が長寿県を転落してしまって、で、平均寿命が女性が3人、男性が26人転落してしまったこと、で、メトロニックシンドロームが多いということと、自殺者が多いというところを挙げました。で、行動環境診断として、生活習慣と保健行動のところでは、まだ車社会で運動不足なところ、食事の欧米化、夜型社会で、夕食時間が遅かったり飲酒の機会が多いというところを挙げました。で、環境因子としては交通網の整備が遅れていて、なのでこう電車とかの公共交通機関が使えないので車社会になっているということ、で、共働きが多いので、食事の支度とかがどうしても遅くなってしまって、そのために夕食の時間が遅くなったりとか、あとは低所得が多いので、それが結局共働きにつながってしまったりとか、で、で、あとは地域の行事が多いので、どうしても飲酒の機会が多くなったりとか、夜型社会につながっていく。で、あとは気候が暑いので、どうしても暑い時間からは行動しなくて、涼しくなって夜から、行動するので、夜型社会になっていくというふうに、そういう環境があるんじゃないかということで話し合いました。で、教育組織診断として、ちょっと下の方から行った方が分かりやすいのかと思うんですけど、まずは実現因子として、健康に対する知識を専門家から受けたことがなかったり、病気がイメージ化できないので、というところがあって、で、それを、その教科因子のところでは、例えば、運動しようと思っても時間がなかったりとか、食事の準備をしようと思ってもその時間がないっていうところが、さらにそういう生活習慣につながっていくのではないかとか、あとはこう地域での行事が多いけれども付き合いが、周りとの付き合いを大切にしたいとかっていうところがあって付き合いを断れなかったりするとか、で、準備飲酒のところでは、その生活がもう小さい時からもそういう生活習慣をしているので、その今の生活が当たり前だと思っていて、で、あとは自分は、生活習慣病にかかるはずはないという思い込んでいるところがあるんじゃないかというところで、準備士として挙げました。で、運営政策診断では、健康教育をしていくところで、具体的にはまずは生活習慣病に対する啓発をして、で、教科医師のところでは、地域社会に対してそういう生活意識を改革してもらうということ、具体的には今も多分生活改善運動をその地域でやってると思うんですけど、あとは労働環境の改善、組織のトップに、そういう、例えば検診とかそういう指導を作ってあげられる時間を提供するしてくださいとか、あとは、早めに退社して運動する時間を設けてくださいとかいう取り組みが必要なのではないかということと、で、準備飲酒のところでは個人に対してそういう生活は当たり前じゃなくって、今の生活について、疑問を持ってもらうというきっかけを作ってあげるということ、
で生活習慣病は誰でもなりうるっていうことを、正しい生活習慣をモデルと見出して自分の生活と比較してもらうっていうことで、あ、ちょっと今の生活は正しい生活ではない、生活習慣じゃないんだっていうところを意識してもらうっていうところにアプローチできるんじゃないかということで話し合いたい。